竹を刈りに行くぞ、山へ竹刈りに。山へ竹刈りに行きますよ。ピッピノコギリはダメダメ、危ないからね。ピッピ、じゃあ奈々ちゃん明日電動のドリルとか使うんやろ。え、そのそこら辺のでいいんちゃう。え、これこれいいやん、これやばいで、めっちゃ高いで。心、手切りなよ、頑張れ。お、いいよ、心が一本切れる。いけいけ、重いんちゃう竹、めっちゃめっちゃ重い。倒してもいい、倒してもいい、倒してもいいぐらいでいいか。こっちの方に倒すって。ナナ、ノイドギ。あ、うわー、うえーい、今だってこれくなるやん。よし、運ぶぞ。運べ、ナナ、引っ張れ。ピッピ、待って、七夕過ぎちゃったやん。七夕過ぎちゃったやん。七夕、笹の葉、まあ、いいんですよ、それはそれ。うわ、でかー、そんなん切ったん。でかい。はい、じゃあノコギリで必要な部分だけ取りましょうね。こう綺麗な形にしとかないとね。心くん、そこのギリギリの葉っぱとか取っといてよ。おお、はい、いいやん。竹でランタン作り。ランタン、イエーイ。 どこまで切るの。夏休みの工作がね、あるんですよ、自由研究でね。それで学校に持っていけるサイズのランタンを作ってもらいたいと思います。ランタンって言ったら中にろうそくが灯ってるじゃないですか。それの電気バージョンを買ってきてます。中身は作るんで、穴開けたり竹切ったりは自分たちでやってください。水筒もいいと思うけど、それ簡単やん、切るだけやん。だからランタンにしよう。頑張れ。うわ、まっすぐまっすぐ、いいよ。最後はスピード、ゆっくりでいいね、ゆっくりでいいよ。あれ、最後スピードがないね。ねえねえ、お、あ、綺麗。え、感じ見して、ほらめっちゃ綺麗。心、ほら、これでこう置くやん、中にね、ここ穴とか開けんねんか。で、電気を入れるやん。そしたら綺麗に光るよっていうやつやで。なな、コップ全部作っていい？わお。なな、ママの分も作ってくれる？じゃあなな10個作るわ、コップ。そんな作らん、持って帰られへん、いっぱいいっぱい。あ、じゃあ6個。学校に持っていくランタンと家で使うコップと作ってくれる？うん。あー、いいやん、コップ。心くんの、もっとさ、ささとったな、上の方、ささと。うん。おとんが疲れとる。でも久々やな、こんなキャンプ。何年ぶりよ。何十年ぶりや。やろ、私が小学生の時やもん。楽器にできそうやな。ノコギリ初めて見た。うまいな、うまい。これランタン用ね。あのタケノコみたいないい匂い、表面焼けられていっちゃう。お、来た、まだか。上がっていきよる。ナナ、ずれよるで。難しいな。楽器を演奏しております。ちゃんと見とこうかな、ほら。いける。足汚い。爪の中にも黒いのがなんかあっちゃった。切らないかも、爪。1、2、1、2、1、2。ほら、コップの形、こうやってこうやって飲む。あ、ナナのコップができた。スーパーゴリラや。ほら、ちっちゃいコップ。ちっちゃいコップ、やったね。てんの、これあかんわ。おこら、大きいノコギリ使った方がいいって。うん。え、じゃあ、ここに乗ってるやん。大きいノコギリやな。絶対筋肉痛なる。自分の竹持って電源の場所に移動するぞ。あの、小学生の夏休みの工作なんですけど。いや、でもまっすぐ大人がガチになってますけど。何したんそれ。え、ちょっと見して。ちょっとナナ、ナナ、え、何それ、どうしたん。めっちゃ怪我しとうやん。え、どうしたん。やばで、俺のズボンに血ついとんねんけど、誰か血出てないって聞いとくん。自分やんけ。自分やんけ。はい、油性ペンを買ってきてもらいました。どうぞ、はい、順番ですよ。はい、自分が穴開けたい場所とかに線を入れましょう。あ、ナナ、かわいい。どんなにする。どんなにしよう。ちょっとググる、ググる。竹ランタン。
こんなんもいけるってこと？なんなんと光るな。でももっとちゃんと欲しかきいよ。トナちゃん髪の毛ピンで。村井さん粘土ゴールも取れへんけど。そうなの。あそこにあるわよ。痛い。ナナ違うの。ナナ。ナナ。ナナお前やで。ハートできたよ。これおしゃれや。おとん早くして。時間ないねん。日暮れてもたら意味ないねんやんか。太いのドリル。日暮れたらもうできんねんやんか。ナナ。あんたのできたで。やばどう学校持っていけそう。真っ暗タイム始まるよ。力技でなんとかしようやろ。やんないもん。引き上げる体勢を整えようか。いいですか、はい、完成は日が暮れてから、はい、真っ暗になってからやります、はい、お披露目ね。はい、それでは皆さん、はい、全然涼しいですね。涼しい、びっくり。あの夏休みの工作作りには最適な環境でした。そうでした。まず誰からいきますか。はい、ちっちゃい50円。はい、なんか似合わへん。挨拶してないな、全然。お前挨拶してください。今のうちに。ひかるです。ひかるです。めめねえです。おとんです。おとんです。ランタン持って集合しましたか。ナナちゃんから見せてください。あ、そっちの方が綺麗。わあ、ナナタンおしゃれ。ランタン欲しい、これ。うん、ちょっと下に置いてみようか。すごい、くるくる回して。おしゃれですね、ナナタン。いいですね、ナナタン。はい、次次、はい、ココロくんの派手。いいね、いいやん。そうってなっちゃってる。時間がないなりに頑張りました。おお、え、ゆうちゃんのすごい。一つの場所だけやからいいかもね。花火やん。ちょっとしかも色的にもこのレインボーよく、すごい花火に光ってます。そう、くるっと回るね。おお、はい、おしゃれ。中身2個入れたもん。わあ、おしゃれ。ちょっとくるくる、ピント取ってます。ピント取ってます。ちょっとりゅうちゃんもピント、ピント。ミミネが取ってる。あら合ってる合ってる。夜に真っ暗になってからもう一回見ましょう。はい、じゃないと分かりません。わー、電気消して全部。そうやね、これ赤いの。そうや、閉じる。何このおしゃれ空間。っていうかさ、チカチカしすぎて鬱陶しいから、あのライトに変えて。全員これで。全員あのライトに変えて。嫌だ。チカチカしてマジ鬱陶しい。ランタンってだってこういうものやんな。そうやね。そやで、やのにチカチカしとうからさ。おしゃれですね。はい、いいですね。風情がありますね。うわ、やば。おお、出てきたわ。うわ、星めっちゃ見える。やばい、光る。え、めっちゃ綺麗やん。なん、あそこにな、大自然を感じてる人がおる。おしゃれ、おしゃれ、いいよ。大成功やな。大成功です。よかった。こんな成功すると思わんかった。この動画どうしようかと思っとってん、最初。こんな成功すると思ってなかったからさ。みんながセンスありすぎた。そう、これはこれで一本。これはこれで一本よ、うん、はい、皆さんもね、よければ真似してみてください。はい、今回の動画が面白いと思ったらグッドボタン、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。あ、一番はバイバイ。はい、あ、一番は MVP は今日めっちゃ頑張ったのは俺が決めたろ。はい、決めて。はい、俺が決めて。一番これ、うん、カッパや。おお、りゅうちゃんが MVP。 いいですか、終わって。ちょっとなかなか面白い。じゃあ MVP だけでいいね。もういいです、はい、はい、それでは次の動画でお会いしましょう。バイ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 。